宇宙太陽光発電衛星の創造図宇宙太陽光発電とは宇宙空間上で太陽光発電を行いその電力を地球上に送るというコンセプトアイデアである遠隔地に電力を届けることができるワイヤレス電力伝送の方法の一つとして研究が進んでおり放射型ワイヤレス電力伝送に分類されている SBSP というのは宇宙空間に 太陽電池を備えた衛星を配置し、太陽光発電を行い電力を得て、そのエネルギーを何らかの電線を用いない方式で地球上に送り、地球上で電力を使用しようというコンセプトである。伝送手段として候補に挙がっているのは、マイクロ波を用いる方式やレーザー光を用いる方式などがある。SBSP のアイデアの研究は1970年代からされている。 このアイデアのシステム全体は、スペースソーラーパワーシステム、宇宙太陽光発電システムと呼ばれ、その略記は SSPS である。宇宙太陽光発電というアイデアは、宇宙空間に配置した発電衛星と地上の受信局によって電力供給を行うというものである。地球の衛星軌道上に設置した施設で太陽光発電を行い、その電力をマイクロ波または、 レーザー光に変換して地上の受信局に送り地上で再び電力に変換するという構想になっている。発電衛星と送電を中継する送電衛星を利用すれば夜間でも安定的に地上への電力供給が期待でき無人造の電力をほぼ24時間365日にわたって利用できる。この特徴からベース電力としての利用が可能である。なお、 太陽電池による発電の代わりに太陽熱を利用した気力発電を利用することもでき、この場合は宇宙太陽熱発電と呼ばれる。また発電施設の設置場所を軌道上ではなく月面に固定することも可能である。太陽光は地表に届くまでに大気の吸収などにより減衰する。またそれは天候により変化する。大気圏外で発電し、 大気の透過率の高い波長の電磁波に変換して地上へ届けた方が損失が少なく効率が良くなり安定供給が可能であると考えられている。また、軌道によっては日没の影響も減らすことができる。地上での太陽光発電より10倍から100倍程度の効率化につながるという試算もある。地球上に降り注ぐ太陽光のエネルギーは膨大で、 地球に届くすべての太陽光を高効率でエネルギーにそのまま変換できれば40分程度の受光で人類が用いている1年分のエネルギーを賄うことができると理論的には試算されている。しかしながら実際にそれを行おうとすると蒸気の太陽光到達効率の問題に加え用地確保と経済活動及び自然環境保護のバランス、移動、 国土面積の国家間格差の問題もあって容易ではない。主な発電機構であるソーラーパネルの製造に必要なエネルギーをに、酸化炭素排出量に変換し、地上での発電によりそれを取り戻そうとすると20から30年の時間がかかると試算される。化石燃料の消費低減の観点、また温室効果ガス排出低減の観点からは、 可能な限り常時ソーラーパネルが発電しているように、すべきであるのは自明と言える。宇宙太陽光発電の構想者は、そのような観点からエネルギー安定供給とエネルギー、安全保障に対して、大いに利点があると主張する。一方、地上にソーラーパネルを配置する場合と比べて、桁違いの費用が必要で、施設の維持更新も現在あるいは近未来に、 予想される技術の範囲内では難しい。太陽光発電の効率を十分に引き上げることができれば地上に設置した正面積の発電施設による短時間の発電で十分なエネルギー供給が得られるはずであり宇宙太陽光発電にかける研究資源をそちらに振り向けた方が良いという主張もある。宇宙太陽光発電は1968年に 初めて提唱されて以降、新エネルギー源として研究が行われ、オイルショック以降は各国で研究が大きく進んだ。しかし、非常に大型のプロジェクトであり、必要となる資金も莫大であったため開発を止める国が多かった。日本は自国で産出するエネルギーが乏しいということもあり、1990年代から研究が盛んになり、マイクロ波送電。 ビーム送電など必要となる基礎技術が開発されている。現在では発電したエネルギーを地上に送ることは原理的には不可能ではなくなっている。ただし、打ち上げの膨大なコストがかかってしまうという問題があり、また材料劣化対策、維持が困難などの技術的課題、問題もまだ多く存在する。日本の計画では1 0 0ット級の 実験的な衛星を2010年頃に打ち上げる予定であったが実現を見ていない。JAXA は研究を継続して行うことで2020年から2030年をメドに商用化を可能にすることを目標にしている。1976年の発電衛星構想図地上での太陽光発電においては天候や昼夜が大きく影響しており空気中の粒子の量によっては 太陽光は大きく減衰する。また、空気自身太陽光を遮断する役割を果たしており、電気の供給は不安定であり、かつ発生する電気の質も大きく変わる。一方、宇宙空間においては、太陽光は常に一定量が期待され、さらには大気の影響もない。衛星自身の軌道によっては、太陽光を常に浴びて発電することができる。これらのことから提唱されたのが、 宇宙太陽光発電である。宇宙空間から電力を送り込むのには電線を利用することは不可能であるため無線状態で送る必要がある。このためにエネルギーをマイクロ波やレーザーといった形式に変換し、これを地上の大型のアンテナなどの受電施設に送り、送られてきたマイクロ波やレーザーを地上で再度電気に変換する必要性がある。 ビームが外れた場合にも影響が出ないように、また、地上の生物や生態系に影響を与えないために、これらのレーザーやマイクロ波は、環境や人体に影響がなく、かつ大気中で減衰を起こさない、透過率の高い状態での送信が必要である。他にも、宇宙から地上のアンテナへ向けて送信するために、その命中精度、太陽光を効率的に集めるための姿勢制御なども、 必要となっている。特に受電施設を小さく保つためには命中精度が必要である。地上に照射されるエネルギー密度を自然物に影響のないレベルに下げる方法の一つとして地上の受電設備をレクテナにする方法があると考える人もいる。レクテナ方式は広大な面積を必要とする。地表面で生体への影響を考慮する必要がない程度の エネルギー密度10ワット毎平方メートル程度を想定した場合で原子力発電1気分に当たる 1GW の電力を受け取る受電施設一つが 10km 四方に及ぶと試算される。しかしながら近年ビーム制御技術の進展により安全率を保ちながら高精度で地表受電施設に送電ビームを施行できるようになりつつあり受電施設の大きさの見積もりは 縮小を続けている。ビーム出力を高めることができれば、送電効率の上昇も期待される。その他、太陽光パネルの重さから、パネルに光を反射する鏡面の材料などの開発や、集めた太陽光を直接レーザーに変換する機構も開発が進んでいる。宇宙空間での組み立てや故障修理は、宇宙船の問題などから人間が行うのが難しいため、 組み立てを行い故障を修理するためのロボットなどの開発も行われている。また、大型の宇宙設備を作るための輸送システムの構築も不可欠である。1968年にアメリカのピーター・グレーザー博士により初めて提唱された。その後、オイルショックをきっかけとして1977から1980年に NASA とド o が構想を検討した。 この検討においては、アメリカ合衆国全土の全電力を賄うため、発電性能500万キロワット、総重量約5万トンの超巨大衛星を、正式道上に都市に2機ずつ、合わせて60機ほどを打ち上げることが計画された。しかし、この研究は、技術的に欠落した箇所がないとされながらも、財政の緊縮方針により凍結されることとなった。 1990年代後半に検討された発電衛星構想図1990年代に入ると日本における研究活動が活発化し始め、旧宇宙科学研究所を中心とした大学及び国立研究所の研究者が1万キロワット規模の発電をする宇宙太陽光発電 SPS2000 の概念設計を行い、基本的な技術の研究が進んだ。 同じ頃に、旧通商産業省工業技術院の入産社員計画の一環として、100万キロワット規模の発電ができる宇宙太陽光発電の構想検討を行った。また、1992年に、ミラックス飛行機によるマイクロ波送電の試験もあった。これは、飛行機の飛行に必要な電力をマイクロ波により供給するという試験である。 よ九1993年にミラックス試験で開発した技術を用いて宇宙空間でマイクロ波電力伝達する ISY メッツロケット試験を実施した。また、軽量で頑丈な太陽光電池の開発が行われている。1990年代後半にアメリカでの活動が再開しフレッシュ、ルックという検討を行った。その結果、宇宙太陽光発電は 最新の技術をもってすれば実現可能であり、既存の発電システムと同じくらいの発電単価を実現できるとする報告を受け、アメリカ合衆国の議会は NASA に対して数十億円程度の予算をつけ、研究開発を開始した。2004年1月14日にブッシュ大統領が演説、発表した新宇宙計画においても、有人火星探査に関する研究の一環として、 宇宙太陽光発電の研究開発を取り上げている。日本においては、1998年から、旧宇宙開発事業団が調査、研究を進めている。また、経済産業省でも2000年度より検討を開始した。政治サイドの取り組みとしても、開発を推進するための、宇宙エネルギー利用推進議員連盟を2003年2月27日に結成した。 一方で SPS2000 計画は達成することができなかった。社会的ニーズが進捗しても技術的な進捗はそれに応える速度で進歩しないとしている。2011年からは京都大学を中心とした共同研究機関が実験施設を設置して実証化実験を本格開始している。欧州では1999年より インベスティングインスペースプログラムの一環として宇宙太陽光発電に関する研究を進めている。マイクロ波及びレーザー照射の正確性、環境負荷、生物や航空機への影響を宇宙空間での耐久性の必要性、軽量化の必要性ロボット利用による大規模構造の組み立て、人間のいない場所での細かな作業の確率輸送コスト削減、 新型輸送システムの開発国防総省は2007年10月10日、宇宙太陽光発電所の開発計画案を公表した。セレロン社は宇宙太陽光発電用衛星からの電磁ビーム照射で熱帯低気圧の渦,の渦の温度を上げることで勢力を弱める技術の特許申請を行っている。2020年5月17日、アメリカ海軍調査研究所が開発した。 太陽光で発電した電気を高周波マイクロ波に変換して地球に送電する実験装置を搭載したアメリカ空軍の無人宇宙機 X-37B がアメリカ宇宙軍によって打ち上げられた。宇宙航空研究開発機構の総合技術研究本部の研究チームは2020から2030年の間の実用化を目指している。 100万キロワット級の実用システムを実用化するためにマイクロ波による電力送電方式の部分試作実験、太陽光を直接レーザーに変換する研究と NASA リファレンスシステムに代わる方式の検討などを積極的に行っている。2007年に JAXA が研究委託していたレーザー技術総合研究所大阪大学レーザーエネルギー学研究センターの 研究グループが太陽光レーザーに効率よく変換する技術の開発に成功している。開発されたのは、上島化学工業製のセラミック増幅機で、レーザーへの変換効率は42%になった。2009年に経済産業省と JAXA がマイクロ波による長距離送電技術の開発、実験に着手すると発表。政府は、 新しいエネルギー源として2030年の商用化を目指している。希望や小型衛星を利用した軌道上での実証も考えられており、以前からその金傍での自動組み立て実験が考えられている。2011年1月、三菱電機、京都大学、JAXA などが電力をマイクロ波に変換する技術の共同実証実験を同年春から開始すると発表した。 実際に宇宙で行うのではなく、宇宙空間に条件を似せた空間においてマイクロ波を約10メートル伝送させ、その伝送効率や条件などを研究する。研究が実証されれば2025年以降の宇宙太陽光発電実用化に一歩近づく。課題として挙げられているのは、発電コストを下げるためには相応の輸送費の削減が必要なことである。 発電コスト8円、KWH を達成するためには輸送費を今の50分の1にまで下げる必要があるとしている。京都大学は2010年秋に宇治キャンパス内に新設した世界最大のエネルギー伝送実験施設で4月以降本格的なマイクロ波伝送実験を開始した。フェーズドアレイと呼ばれる世界最先端のマイクロ波エネルギー出力機器などを備え、 将来的には人工衛星による実証実験を行いたいとしているが、電気とマイクロ波を相互変換させる際の変換効率を改善することが当面の課題だとしている。欧州でも宇宙エネルギー利用関連の研究が進んでいる。2003年には2年間3フェーズの総合研究プログラムに採用された。中国は2018年の時点で10年以上の 研究実績があり、日本と並びこの分野の最先端を担っている。ありがとうございます。